そもそもプレスを組織で考えずに、個人の総力だけで考えるのがおかしい。おかしいうん、なんかね、木崎さんに聞いたんだけどこう、中の人たちはさ、中の選手たちはもっと約束事作ってほしい必要、あのーこう、これじゃ足りないっていうかさ、もっと言ってくれって言ってるけど、言わなくて、で森保さん自体は伝えてるって言ってるらしいのね。なんかその、ちゃんと選手たちに大枠教えてるっていうか、そういう必要なこと伝えてるみたいな。で 言ってるコーチングとかが幅取れとかさあのこう戦えとかそういうやつじゃん伝えてるけど伝えてる内容が薄すぎて選手たち的には伝えられてるうちに入らないっていう森保さん的には森保さんの時代とかの戦術で言うとそれは戦術になるんだけど森保さんが言ってることは今の選手たちの感覚それこそヨーロッパのトップレベルとかそういうねあの注目されるところっていうかレベル高いところでやってる人からするといやこれしか言われてない っていうか、それは言われてるうち入らないみたいな。強度なんて上げて当たり前、戦うのなんて当たり前だし、幅とるのなんて当たり前だしみたいな。だそこの,あの認識の乖離があるっていうふうに思いましたね。思いましたというか、そう、認識の乖離があるんじゃないかって話をあの木崎さんとしましたけど、ね、これ。それすごいありそうだなと思います。大枠が前からプレスかけようで終わってる可能性あります。あそうそう、だから前から行こうとか、そう、あの、つなぐけど、あの、リスク感じたら前に蹴ろうとか。 その1つ先、じゃあつなぐにはどうすればいいのか、どういう状況で蹴ればいいのか、プレスかけようじゃなくて、相手の婦人の変化に合わせてどういうふうにかけ方があるのか、までは話してないじゃん。それが欲しいって言ってて、そういうのを言ってくれっていう,うに選手たちは言ってるんだけど、監督としては、いや、言ってるじゃんっていう。だから森保さんの100点が選手からしたら10点みたいな。それが多分今の森保ジャパンに起きてる問題ですね。 「貫いた自分束の間の金庫」